剣山荘に泊まって別山尾根コースで剣岳に登ります。1日目はゆっくり向かって大丈夫なので室堂で山菜そば。いつ見ても美しい御栗ヶ池。雷鳥沢キャンプ場のあたり、ここも好きな景色です。剣山荘に向かいます。だんだん見えてくる剣岳、小さい頃からずっと見てたこの形。雪の上に置き石があってありがたいです。剣沢キャンプ場です。この設計はかなり慎重に歩きました。一応置き石はありますが、下まで雪が続きます。1日目は山小屋に行くだけなので景色を楽しむ余裕もあります。剣山荘に到着です。夕食は16時50分。まだまだ時間があるので食しましょう、飲みましょう。おでん盛りが到着した頃にはビールあと一口。ごちそうさまでした。シャワーを浴びて自分の布団で横になってみます。ここは下駄箱と乾燥室です。腹ペコによる覗き見。食堂を覗き見。腹ペコたちによる晩餐です。4人テーブルに同じくソロの人たちが案内されました。味噌汁も青菜が入っていて美味しくておかわり。ご飯は2回おかわり。明日のためにしっかり食べました。ごちそうさまでした。剣山荘オリジナルの手ぬぐいのサンプルがたくさんありますが、壁のサンプルにはない裏メニューを発見しました。地元の作家さんによるものみたいです。お知らせします。明日の朝朝食弁当で早出をなさるお客様、ご弁当できましたのでご弁当券お持ちになり、売店コーナーまで手に残ってください。角の位置を決めたかったので日付から始めて月年をスタンプ。右側がまあいいでしょう、雰囲気ものなので。朝4時38分の山です。荷物は廊下の棚に置けます。朝は2時頃に出た人もいたけど4時に起きる人が多い印象でした。一斉にアラームが鳴ります。こっち。先どうぞ。ちょうど前を歩いていた面白関西人の方が名言を吐いてくれて、固まりすぎてた体の緊張がほぐれてよかったです。せっかく来ないんやから写真撮っとかな損やろ。そんな。せっかく怖い。
はあ、鎖使うん忘れとった、自力で言っとった。ミニバン、ミニバンです。時間的にそうでしょうね。暑い。中で。ちょっと隠してたら、こうやって。右、あっちですよね、上りね。はい、やばこれ。やばそうですね、帰りも。下山やばそうですよね、さっきのとことかも。下山やばそうなんですよ。降りる気がしない。登るだけでも怖いのに。下山が。滑りそうだ。みんなどうぞって。どうぞみたいな。だろう。じゃあ。失礼します。鎖場の難易度はだんだんと上がっていくのですが、ここで一気にレベルアップします。この平蔵の図庫の下りはかなり怖かったです。なぜこんなに呼吸が乱れているかというと、怖いからです。恐怖心に飲み込まれそうになっているので、深呼吸をして集中力を高めているのだと思います。確か渋滞してるって言ってました。でもゆっくり切るんでちょうどいいぞ。なんか
あー、くたびれた。ここは登り下り兼用なんだな、この鎖。痛いですね。ここなんで鎖ないのか分かんないですね。おお、やば。滑落か、あの 石かなんか買って落ちたんだろ。落石ですね。落石だよ、落石、落石。ここは上りと下りが分かれる分岐ポイントです。剣岳の別山尾根ルートで一番怖かったのはこのカニの縦這いです。これ何種類かあるのですが、想像の5倍くらい重かったです。強風でも飛んでいかないわけですわ。ここから見るの一番怖いですね。右足から、はい、右を下ろす。右 の, あの赤い線が、ああ、そこ、はい、そこが右。ああ、なるほど。はい、見えない岩陰に足を踏み出す勇気です。
あ、そう。ちょっと休憩。だんだん岩場や鎖場に慣れてきて、登りではあんなに怖かった平蔵も自信を持って進めます。こうやって動画を見返すと、鎖を持ちすぎですね。鎖はあくまでも支えとして、片手はしっかりと岩を掴んでいきたいところです。下山という名の登りです。剣山荘で作ってもらったお弁当を剣山荘でいただきます。今食べたい理想的なお弁当、ごちそうさまでした。